中華民国とエスワティニの関係、あるいは台湾とエスワティニの関係とは中華民国とエスワティニの間における国際関係について記述する。2018年5月24日、ブルキナファソが中華民国と断交して以来、アフリカで唯一中華民国と外交関係のある国である。アルバニア決議に対する1971年。 当時の世界各国の投票行動を除エスワティニを含む緑色で塗られた諸国が反対した。在エスワティニ中華民国大使館1968年9月6日、スワジランドが独立。同日、両国は国交を樹立した。同年11月21日、中華民国がムババーネに大使館を設置。百七十一年十月二十五日、 アルバニア決議において、スワジランドは中華人民共和国の国連参加に反対票を投じた。2000年1月26日、スワジランドが台北に大使館を設置。2018年4月19日、国語をスワジランドからエスワティニへと変更。2019年現在、エスワティニは中華民国から見て第143位の貿易相手国であり。 両国の貿易額は1、07007、319ドル。うち中華民国の輸入は86万9362ドルで、輸出は983万7957ドルで、ある。また、中華民国への主要輸出品目は、柑橘類、鉄酢が交換用継ぎて、天然蜂蜜など、中華民国からの主要輸出品目は、米、有機合成染料、 ミシンなどとなっている。ありがとうございます。